第1期フォトショップコースを受講した太田プロです。仕事の方で、システムエンジニアをやってきました。そんな中でですね、新しくこう、いろいろなエッセンスをですね入れたいなというふうに思いまして、楽しくやってみたいなと思って、受講しました。一人で独学でネットでチクチク調べながらやっててもですね、まあすぐ飽きちゃったり諦めちゃったりするんですけど、技術的なところももちろんなんですけれども、そういう以外のデザインの基礎だったり色相だったり、それからファイルの管理の仕方だったり、ああいうところがなかなかやっぱりわからないと思うんですよね、自分で調べてても。ああいうことを教えていただけるのが非常にですね良かったなというふうに思います。まあ僕56歳なんですね。で、まあ家族にはですね、今こんなことやってんだなんて言うと、何いいおっさんがそんなことやってんのということを言われました。ただですね、僕はやっぱり結構年いった方にね、ぜひそういうのも、まあ、やってもらいたいなと思います。っていうのもデザインってその若い人のデザインがあったり、おっさんのデザインがあったり、外国人のデザインがあったり、いろんなのがあって、でおっさんのデザインは多分おっさんにしかできないと思うんですね。若い人にこんな感じでやってって言っても多分出せないと思うんです。なのでまあおじさんたちもですね、世の中頑張ってですね、新しいことをどんどんやっていきたいなというふうに思います。はい、クリエイティブカレッジをですね、これからやる方皆さんですね、ぜひ頑張ってやってみてほしいなというふうに思います。